ぞ、また新記録だ。ありがとうございます、よかった。これなら次の代表戦も優勝狙えるな。マスター、もう一杯、アブさん。飲みすぎですよ。飲みすぎですよ。あっちい夏は、麦茶のロックに限るぜ。いいよな、生まれつき早いやつは。鼻からスキル持ってんだから、何の苦労もねえよな。じゃあ、あれ、ケンケンパ関東甲信越代表の豪徳寺じゃん。握手してよ。ああ。もっと頑張ってよ、応援してんだからさ、こっちは。なんで勝てなくなっちゃったの？はあ、まあ、あんたも大変だよな、次々すげえのが出てくるから。まあ頑張って、応援してんだからさ、頼むよ。くそ。じゃあ、ありがとな。ありがとうございました。おい、なんか落としたぞ。どうぞ。失礼します、私映画監督をしております暴露横山と申します。本日は豪徳寺さんにぜひ主演でご出演していただきたい作品がありまして、このようなお時間を割いていただきました。内容はホラーになりまして、タイトルが30人30脚結構です。我々も大変な自信作でして、通常30人31脚なんですよ。それが数えてみたら30脚で1脚足りないんですね。早すぎて見えなかったんですね、1脚だけ。これを演じれるのはもう最速王の豪徳寺さんだけだと。お帰りください、お帰りください。失礼しました。くったらね、当たるわけねえだろそんな映画。今までやってきたことを全て思い出せ。全部今日のためにやってきたんだ。はい。無駄だよ、こちらは金スキルだぞ。人間の努力で馬娘のスキルに勝てるわけないだろ。あの佇まい、素人じゃないな。そうか、あれはスカウトだな。よし、チャンスだ。圧倒的な強さを見せつけてやろう。位置について、よーい、スタート。なんだよこいつら、おっせえな。これじゃスキルを使うまでもないんじゃないか。いつの間にか馬娘のスピードが体に染みついてたのかもしれないな。よし、ここでスキルを発動して圧倒的大差を。なんだ急にこいつら、早くスキルを。スキルが発動しない、なぜだ。続々とゴールイン。やったぞ、日本代表だ。ありがとうございます。このクソスキルが。これやこれ。豪脚はレース終盤に後ろの方だと追い抜く力が上がるスキル。最初から前方にいる状態では発動しない。それを事前に私が各選手に伝えておいたのです。ちゃちゃっと強くなってろや。めっちゃ強くなった気する。よっしゃ。スキルの習得もトレーナーの仕事ですから。根性決めてくでトレーナー。ほな行こか。君の